皆さんおはようございます。おはようございます。今日はですね、あのラスクで有名なガトーフェスタ原田さんのなんとチョコレートをご紹介したいと思います。こちらはですね、コールドショコラ0-10°Cという商品名になっています。夏用のチョコレートになっていまして、食べる前には0-10°に冷やして召し上がってくださいというコンセプトになっています。こちらですね、コールドショコラ0-10°の冷蔵温度帯に冷やして食べる滑らかな食感の新感覚夏用チョコレートですということです。こちらはですね、お皿に移してスプーンで召し上がっていただくか、お手軽に食べられるようにトレーに入れたまま付属のスプーンで食べることもできるそうです。原材料名はチョコレートとバター、卵、砂糖、小麦粉も入ってますね。洋酒もですかね。結構これ大きいんですが、内容量3個ということで、どれぐらいの大きさのチョコなんですかね。チョコ1個あたり151kcalということで、カロリー200キロ以下にはなっております。では開けてみます。こういう開け方でいいんでしょうか。なんかありそう。ありそう。ああ見えるね。この線が。線がある。よくお菓子で。そう。こういう大きさになってる。思ったより大きいね。もっと一口サイズで食べれるチョコレートなのかと思ってたけど、0-10°。一緒なのかな。そうですね、ほとんど一緒です。カカオのビターでシャープな味わいとマイルドなミルク感のバランスを考慮してということで、早速一ついただきたいと思います。付属のスプーンはこの下に隠れてます。お、こんなに大きいんだ。カカオの香り、洋酒の香りがちょっと先立つかな。ではいただきます。お、柔らかい。溶けてるの？溶けてるわけじゃないけどね、こうスッと入るチョコなんだと思う。少し色も薄めですよね。うん、チョコなのかっていう感触ですね。あの溶けたチョコとは全く別物で、すごく柔らかいチョコです。食べやすいチョコですかね。冷やして食べるだから、冷やさないと逆にもっとなのかな。なんかあの原田は違うチョコも売ってるんですよね。あのコールドショコラではなくない、あっちのチョコ美味しいのでこちらも期待してたんですけど、これはないですね。別の方がおすすめだということですね。そうですね、どちらかというと、はい、ただあの人それぞれ好みがあると思うし、食感とか味の感じとかあのお好きな方も当然いると思うので、ぜひお試しいただけたらなと思います。
ただ私をお土産にするならラスクか、もしくはチョコにしたいと思えばチョコにするし、チョコがなければゼリーを選ぶ、そうにしたいなと思っております。ではすみません、あんまりいい食レポじゃなかったかもしれません。では、いってらっしゃい。